行けますか。治ったかな。多分治ったと思います。大丈夫ですか。また見に来てくれた、もなちゃん。あのめっちゃアプリ消しました、カメラアプリ。容量の問題でしたね。あんま容量そんなかかってないと思ったけど、なんか写真めっちゃ消したし、アプリもめっちゃ消しました、一瞬で。トントン、ちょっと猫を連れて行きたいと思います。こんにちは、おいで。今日は不機嫌ですね。え、足に不機嫌。はい。にゃ。かわいい。止まりますか、また。なんない。よう分からんな。お前めっちゃ止まってる。あ、いけるわ。めっちゃカクカクしてる、なんなんやろ、ムカつくな。まあいいや。止まりますか、やっぱり。ああ、ごめんごめん。みんな好きです、この子が。止まってないですか。かわいい、ロスケ。なんか前まで鼻になんかできてたんですよ。で、それなんやろ、病気かな、また病気と思ったらかさぶたでした。あ、ごめんごめん。止まってない。よかったよかった。あ、入れ。以上。はい。あ、ぬいぐるみみたい。確かに。みなすけです、これは。にゃ。にゃ。かわいい。え、これ、猫ってどうやってやったら苦しくないんですか？ずっと思ってた。どうやったら苦しくないんやろうと思って。ごめんごめん、苦しい。大きくなりましたね。ほら、前見て、前見て、ほら、ほら、はい、稲月でーす、稲月でーす。お前、前、前向いて。ごめんごめんごめん。いやな、かわいい。めっちゃでかくなりました。そう、スコもなんですけど、めっちゃでかくなりましたね、みんな。引っかかれないです、めっちゃ嫌がって。鬼嫌がってる。睨まれました。目つき悪いんですよ、もともと。稲助、ほら、今なんか 2.4 あるみたいなやってました。え、ほんまかな。2キロ、いっ、めっちゃ忘れた。鼻かゆ。ココナタン、ココナ、かゆ鼻。にゃにゃにゃ。たまに噛んできますよ、のすけは。猫は気分屋さんやから。そうですよね。にゃ、のすけです。にゃ。え、2キロある、それ。え、2キロ、じゃ 2.4 あるみたいな聞きました、多分。はっ、めっちゃかゆっけ。毛すごいかい。ちょっと待ってな、こっちで。いいよ。いつもこうやって耳くそを取らないかも。あー、めっちゃかい、おろそ。
鼻めっちゃかゆい、嫌や。ゆずちゃん、はい、こんにちは。めっちゃ毛飛んだ、ごめんね、いのすけ。ちょっと待って、最低。なんか私アレルギー量ないです。うちの猫最近おデブちゃんになってきた女の子に、いや私も太らせたいんですよ猫、めっちゃ。でもっと運動させてたい。なんかほんまなんかめっちゃ顔かゆくなってきた毛で。イノスケとスコ毎回間違えちゃう、それな、同じやで。お姉ちゃんがギターやってます。めっちゃ止まる、確かに。さあ長くしないんで。スコは上にいます。暇暇です。学校もずっと休みやし、なんか学校苦手な私が初めて学校行きたいと思うようになってます今。なんかよう分からんけど、初めてインスタライブに来ました。ありがとうございます、嬉しい。最後の恋煩い、何それ。最後の恋煩いって何や。そう、学校なかったらなかったで寂しい。課題もないですね今のとこ。休日いい俺のほんま暇やね。ほんとその通りです。そのリップキスのやつ、え、なんでわかったん。はやばい、なんかめっちゃ毛ついてる。キスのやつです。ヒゲなん。あまた引いてんの。動物のもいいです。猫まだ1歳にもなってないんですね。自宅警備したいけど毎日仕事だ、やばくない、それ大丈夫ですか、出て。逆に猫まだまだ赤ちゃんですね。全然赤ちゃんですね。84日まであと何日、あ、もう経ちました84日。ブログにも書いたんですけど、好きなアーティストのライブ延期になってチラ見やで。大ですか好きなアーティスト。あっつ、今日、あ、かわいい。ゆずちゃん今日で25歳になりました、おめでとうございます。皆さん祝ってあげてください。25歳になったってまだまだ若いです、おめでとうございます。クリープやで、延期になったんや。まあそりゃそうですよね、暇すぎてか。ゆずちゃんのインスタライブめっちゃ嬉しすぎる。私も暇なんです。なんかこっちやばくない毛、私はこうやって家に入ってほしいんですよ。以上です。ゆずちゃん4歳の娘と見てます。ひまりって呼んでほしいです。ひまりちゃん、ひまりちゃん、めっちゃ可愛い名前。ひまりちゃん、ひまりちゃん、ホングイズハです。可愛いひまりちゃん、ハーサと同じ日に誕生日だった。おめでとうございます、おめでとうございます。すごい、ハーサと誕生日一緒なんや、すごいな。いや、ゆずちゃんの方の方もありがとう。いやいや全然、私の方の方優しいんで。台湾で一人で見てます。ほんま早く帰ってきてお願いやから、ももなちゃん。
帰ってきてよ、ほんまに帰ってきてほしい。台湾から出れへんやっけ今、マジで帰ってきてほしい日本に。日本も安全ってわけじゃないけど、帰ってきてほしい、早く会いたい。台湾か、台湾タピオカのみたい、本場の、本場なんかな、本場のタピオカ台湾で人に笑った笑われとるぞ。台湾が一番安全やけど、あ、そうなんや。そうね、お土産タピオカにしよう。欅坂で交流ある子いたりする？いや、一人もいないです、私は。まず会ったことがないかも。乃木坂さんには会ったことがあるんですけど、一度だけ。ずっとホテルに泊まってるんかな？わからん。ゆずちゃんのファンの方、ゆずちゃんが焼肉おごれって脅してきます。焼肉おごってよ、ほんま。脅してないです全く脅してないです。モーナちゃん、ゆずに焼肉おごりなさいちょっと違ったコメントが来てる。わがまま娘なので焼肉おごって、早く大阪帰ってきて。あら、ゆずちゃんが焼肉おごったら、いや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 、やっぱそこは年上が年上がおごるということでお願いします。ゆずちゃんって台湾の子は、ゆずちゃんのファンの子の話？いや、普通にあのお友達です。ももらちゃんは私らのフォロー中でも見ていただいて分かる通りお友達です。ゆずずに栄養つけさせてあげてお願いします。ももらちゃん、たまにそう LINE でももらちゃんに焼肉おごってほしいなとか、焼肉食べたいなってさりげなくおごって、あの送ったりします。ちなみに明日焼肉に行くよって、いいの？焼肉、ほら、ももなちゃんこの流れで焼肉行った方がいいと思うねんけど、一緒に最低みんなでじゃあももなちゃんのおごりで焼肉行きましょう最低。タン塩食べたい。寝てんの？あれバンドメンバーとこの間焼肉行った、いいやんバンド俺ゆずちゃんが焼肉食べれるぐらいゆずちゃんに水入れあげてください笑ろおもろい、ほんまやってみな、言われてるよ。ゆずが焼肉食べれるぐらい私に水入れあげてくださいやっておもろ、これで、まあ、あやな、ももなちゃんのファンも増えるし、ゆずが焼肉食べれるようになるし、一石二鳥やな。合ってますかこれ言葉遣い、一石二鳥。ももなちゃん台湾から帰ってきたパーティーやね、それな、100パーティー一緒どういう顔した、睨まれた。無視やん、見向きもしない。ゆずっておごるイメージある、ほんまですか？鶴橋行きたい焼き肉、鶴橋の焼き肉美味しいですよね。ももなちゃんに貢いだらええのどうやって貢ぐ、ももなちゃんにじゃあ、あれですね、ももなちゃんの YouTube チャンネル登録してください、かわいいから。めちゃめちゃ可愛い、細い、白い、綺麗、可愛い、すべてを兼ね備えてます。兼ね備えてる、なんか持ってます、すべてを。
焼肉行くならどこ行きたいの？特にあんまないんですけど、どこの焼肉行きたいとかは。褒めたら怒ってくれると思ってるやん。そんなことない、ほんまにそんなことない。可愛いから、モナちゃん、モナちゃん可愛いから。モナちゃんのインスタ見たら分かるけど、ファンの方もモナちゃんは可愛いです、綺麗です。ジョジョ園か、ジョジョ園いいな。ゆずジョジョ園行ったことないからな。じゃあ台湾から帰ってきたらジュジュについて行ってもらおう。楽しみ楽しみ。ももなちゃん SNS フォローしたい人生。あ、やってますよ。あ、フォローしてやって、よかったよ。ももなちゃんちょっとフォローしてくるわ。やって増えてる増えてるフォロワーよかったやん。ももなちゃんの YouTube のインスタフォローします。めっちゃいいやん。かゆい、鼻もかゆい。フォローしてあげてください。皆さんいっぱいフォローあるから。ももなちゃんいいやんいいやん。ジョジョ園ジョジョ園、俺もフォローしてくる、フォローしてくる。え、優しい。もう、おいおいおい、推し編はあかん。優しい、みんな優しいですね、ファンの方は。この俺に焼肉ねだれるな、それ。ありがとうございます。どこに行ったらフォローできない？あ、私のフォロー中から行ったらできます。MOMO って打ったら多分出てくる。モーモーって、ちょっとユズフォローしてくるわ。してないんかい。今月誕生日なんだけど全部ユズのグッズなんだ。え、プレゼントってこと？フォローしたプロフにコメディアンって書いてたわら。ゆずちゃんと思ってた前からコメディアンなんやと思って。ゆずちゃん急に遊んだ帰りにプレゼント してくれ、プレゼントくれたりします。いやー、可愛いから、モーナちゃんは可愛い子には貢ぎたくなりますよね。思ってた以上に綺麗すぎてドキドキしました。やってよかったな、よかったよ、綺麗やって。ん？何もない。綺麗やって。ゆずの株上がったの。株とか言わないでください。ももなちゃん前からフォローした。おお、すげえ。いいやん。私もね、ももなちゃんとこんなに。なんていうの、仲良くなると思ってなかったんですよ。こんな話すと思ってなかった、正直。なんかびっくりしてます、めっちゃ。ごめんごめんごめん、眠いのに。私髪伸ばしてます。知り合いが何人かモナちゃんフォローしてた。マジ？え、何？そんな人気なん？モナちゃん、私の真ん中だから。ごめん、でもいいやろ、ごめんね。ほんまはワイの話やめようか。話しかよ、とりあえず一旦歌う。私歌わないですよ、絶対。歌いたくないもんな。あ、あかんねん、毛取るねん。歌を言われてるぞ。歌やだ。いたたたた。歌恥ずかしいんですよ。歌はちょっと恥ずかしいです。踊るのも恥ずかしいです。で一緒に配信しては、あー、コラボってこと？スピンちゃん、今モーナちゃん思ったけど、
昔はショールームでめっちゃやったね。やめてください、そんな昔のことをなんか掘り下げてくるの。歌ってましたね、昔はめっちゃ。猫は2匹だけです。なんですっぴんってバレてるん、怖。私の想像力、想像力っていうのかな、予測感、なんかすっぴんやろなって思った。ポエム読んで、ポエムって何ですか。ももなちゃんどれやろ。もーもー MOMONAAA MOMONAAA。 スライム配信はよ。あー懐かしい、スライム、スライム作りたい、今度しよう。直感力、そう直感力。風立ちぬ見てる。風立ちぬ昨日録画してたけど消したな。見て消した、容量ないから。受験生なんで勉強してまいきます。頑張って。受験生、受験ってどこの受験、大学の受験。最近料理してない。私なんかね、最近ね、また料理しないとで、ね、お、じゃあってた、フォローしたモナちゃんありがとうございます。電話何話せばいいやろうって、その前に当たるかな。当たるでしょ多分。電話ね、気まずいよね電話って。ゆずが JK さんってことは、いーちゃんも受験生か。わ、ほんまいーちゃん受験生ですね。じゃあ元気かな。ゆずはんも受験生な年齢やで。あ、そうなんや。あ、ほんまやな、受験か。当たらなかったらショック。確かに、これで誰か分かるんかな。分かるでしょ、分からへんけど。当たったら30秒電話できるよ。夜ご飯は特に決まってないですね。電話苦手、私も電話ちょっと苦手です。セイナのリップ、私いっぱいつけてるんですよリップ。これとこれ、どうやってやってるの。こんな感じ。難しい。ミリマージュっていうやつですね。ミリマージュ123ティント、ハッシュタグ05ソータブラウンっていうやつです。赤リップじゃないですね、たまに使ってます。でも30秒って短いんですかね。初見だって足つるありそう。確かにめっちゃ止まるな今日。電話も全部読みに出てもらう。おいおい、自分出へんの、なんで出ないんですか。中学生の時毎日彼女の姉と毎日電話5時間喋って。え、彼女じゃなくて彼女の姉と。どういうこと、どういうこと。好きだったんですかそれは、彼女の姉が。またずれてる。30秒ずっと笑ってそう。確かに全然止まってない。よかったね。え、私ね電話ほんまに苦手なんですよね。最初マネージャーさんが出て説明してからメンバーと変わるみたいで。あ、そうそうそう、そんな感じです。
なんかスタッフさんが出てくれてみたいな。スピーカーで電話するみたいか、周りに聞こえるのテール。はずやば、スピーカーなんや。電話超苦手、絶対笑っちゃうもん、笑って絶対終わっちゃうもん。そのお金がねちょっと無駄になっちゃうから頑張って話します、話せるように。今日ほんまやった大阪人悪やったの。あ、そっかそっか、やば、言ってたな LINE なら好きってね。そう LINE だったら全然いけるんですよ、メールの方が好きで、どちらかというと。電話の30秒と握手会の30秒はなんか違うよな。そう、なんか握手会の30秒はすごい早く感じるんですけど、電話はちょっと長く感じるかも、もしかしたら。チカポヨから電話来ないかな来そういつか来そう。もうそろそろ終わろうかな、もう6時か、早っ。皆さんありがとうございました。今日もこんななんか思わないインスタライブ見てくれて楽しかったです。って来てる楽しかった、すごく。今日何も決まってないんですよね、食べるものが終わっちゃうのって書いてるもうなっちゃう、終わっちゃうの、あともう少しで。終わっちゃうの、終わっちゃうのまあでも6時5分か、ちょっと迷いますね。明日の予定、明日何日ですか、明日は5日、うーん、あんま何も決まってないですね予定。あとで電話しな、あと電話しな、ももなちゃんはどういうことや、あとで電話しろってこと、ももなちゃんに全然女の子と電話はいけるんですよ普通に。ただ異性との電話が嫌いなんですよ、緊張する、なんか話されへん普通に。メンバーとかだと行きます、友達はちょっと苦手です。皆さんありがとうございました、今日も楽しかった、めっちゃ。はい、というわけで楽しかったです、今日も(笑)。じゃあ最後にいいよ、ほんま最後の最後までやらせんなはい、イエイイエイイエイよりも、はい、ありがとうございましたありがとうございました、皆さん今日も楽しかったです、ありがとうございました。はい、また皆さん見てくれると嬉しいです。じゃあねバイバイ